皆さんこんにちは、ボーチェ編集部の松本です。ボーチェ編集部の高橋です。はい、クリスマスコフレ超速報の第2弾を本日お届けしていこうと思うんですけども、皆さん第1弾はご覧いただけましたでしょうか。第2弾も続々ご紹介していきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コスメデコルテからご紹介してまいります。コスメデコルテは第1弾でもご紹介したんですけれども、こちら第2弾のご紹介となります。まずは11月1日発売、10月10日予約開始のコフレからご紹介してまいります。コスメデコルテウィンターダズルコレクション、コスメデコルテアドベントカレンダー2023。コスメデコルテリポソームアドバンスとパープルリボンセット2023は11月1日発売、店頭予約開始は9月16日です。公式オンラインブティックでは10月2日から予約開始です。なんといってもコスメデコルテからブランド初のアドベントカレンダーが登場。楽しみすぎるよね。スキンケアもメイクアップもフレグランスも含めなんと25点。何入ってんだろう。本当に今からワクワクしちゃいますよね。もうこんなみんなのラブブランドから初のアドベント、ちょっと今回のクリスマスコフレの中のビッグニュース。そうです ね。しかも今年は本当に大谷選手も相まって、元々の名品がさらに爆売れしたリポソームのこちらもめちゃくちゃお得な ねコフレセット、去年も私はワクワクしながらゲットしましたけど、今年も出てくるそうで、今年は限定パッケージのリポソーム美容液に、みんな大好きリポソームクリームのトライアルサイズと、こちらもみんな大好きリポソームアイセラムのトライアルサイズが入っていて、もうリポソームセットですね。3点祭り。確かにリポソームこれもこれもこれもいい、だからやっぱ一気に試せるのがいいよね。いいです ね。こちらも争奪戦間違いなしです。でもうウィンターダズルコレクションはもう言わずもがなっていう感じなんですけれども、今年はオリジナルポーチと4色のプレストパウダーと4色のアイカラーパレットとペンシルアイライナー、そして人気の下地ロージーグローライザーがセットになったコフレになっています。私ロージーグローライザーめっちゃ好きなんだよ。わかります。本当に、あと今それこそ結構マスク取れる機会増えた時、なんか思いっきりツヤ肌楽しめるようになったら、もうこれ大活躍。大活躍です ね。ということでコスデコ本当にどれ狙おうか本当悩む、悩みます ね。やっぱりでもアドベントカレンダーはちょっと気になるね。気になるね。お次はローラメルシエです。ローラメルシエは全部で第5弾まであります。まずは第1弾、10月4日発売、9月20日予約開始です。ローラメルシエツールズオブザトレードブラシコレクション、ローラメルシエステラーシマーズキャビアスティックアイカラートリオ。お次は第2弾、10月18日発売、10月4日予約開始です。ローラメルシエスターライトドリームスアイシャドウパレット、ローラメルシエザガイディングスタートランスルーセントルースセッティングパウダー&パフ。お次は第3弾、11月1日発売、10月18日予約開始です。ローラメルシエストロークオブフォーチュンセラムボディクリームトリオ、ローラメルシエザ・デイドリーマーズインダルジェンスアンバーバニラコレクション。お次は第4弾、12月1日発売です。ローラメルシエコズミックスターズキャビアスティックアイカラートリオ、ローラメルシエコズミックペアリングリップグラステデュオ。次は第5弾、12月6日発売、11月22日予約開始です。ローラメルシエミニベストセラーズキャビアスティックデュオ、ローラメルシエミニベストセラーズローズグローキャビアスティックデュオ。はい、ローラメルシエさんは第5弾まであるということで、大ボリュームですね。しかもローラメルシエの人気者が大集結みたいな、本当にどれも見逃せないコフレで、どれを買おうかすごく迷いますが、松本さんはどれが注目だと思いますか。悩ましいんですけど、やっぱりキャビアスティックのミニサイズは、クリスマスコフレって大人気コスメのミニサイズをゲットできるっていうのもすごい
醍醐味だと思うんですよね、うん、まあ、たっぷり使いたいのもあるけど、うんうん、コスメいっぱい入れて持ち歩きたいけど、うんうん、そんな入れられないよって時に、うん、大好きコスメのミニサイズはめちゃくちゃ重宝しますよね、うん、だからやっぱり私はミニキャビアスティックが気になるかなと思います。他に気になるのありますか？私は、うん、トランスルーセントのパウダーがすごく大好きで、わかる、わかりますよね、うん、でこちらもすごくお得なパウダーとパフのセットになっているので、うんうん、私はこちら狙おうかなと思っています。あとアンバーバニラもすごく気になる、いい匂いだよね、いい香りです。アンバーマリアの好きな方本当たくさんいますよね、うん、まだ試してないぞという方は確かにこれを機会に試していただくのもいいし、うんうん、まあもともとファンだよって方たくさんいると思うんですけどね、うんうん、ぜひゲットしたいですよね。はい、お次は繊細です。繊細アドベントカレンダー、こちらは11月1日発売、10月25日予約開始です。予約は店頭カウンターのみの受付となりますのでお気をつけください。繊細のアドベントカレンダーは昨年もね気になってた商品ですけど、うん、今年もすごい豪華ですね。24個のビューティーボックスが入ったアドベントカレンダーなんですけど、24個ですって、ね、っていうね繊細ってもう絶対みんな試してみたい憧れブランドだと思うんですよ、うんうん、試してみたいが高いのも事実でも使ってみるともう手放せないのが繊細っていう感じなんですけど、24個入って39,600円ですよ、ね、ここまで豪華ならもはや安い、うん、もはや安い、うん、もはや4万弱を安いと感じさせる繊細の実力本当に、ね、普段手を伸ばせない方は本当にチャンスだと思います。10月25日予約開始、争奪戦になると思いますので、うん、ぜひ皆様要チェックです。はい、お次はアナスイです。アナスイはすべて11月1日発売となります。アナスイローズフェイスパウダー、アナスイメイクアップコレクション、アナスイローズボディケアセット。はい、まあ、アナスイさんってもう、うん、そもそもクリスマスと相性いいですよね。ね、この花びらパウダーとか ね花びらパウダー可愛いよね。可愛いし、これどうやって使うのって皆様もしかしたら思うかもしれないんですけど、うん、本当に使いやすくて粉っぽさを感じない、すごくしっとりとした上品な肌になれるので、うんうん、ぜひぜひ気になるっていう方方は怖がらずに使ってみていただけたらと思います。しかもちょっと本当にアナスイさんならではのドールスキンになれますよね。なんかもう本当にお人形さんみたいな上品なツヤ肌みたいな感じに仕上がるので、ぜひ試してみてもらいたいですけど、今回メイクアップコレクションはネイルの色が選べるみたい、うん、ですね。リップは同じで、ね、シャンパンローズのお色味で、うん、ネイルがレディーローズとジュエリーローズとナイトローズから選べるっていうことで、うん、松本さん強いて言うなら私ジュエルローズで、きっとチルちゃんはレディーローズでしょ。当たりですね本当に何言わせたかな本当に可愛いし、可愛いね、しかもこの赤みと黄みと青みも全部可愛くて、うん、使いやすそうでいいなと思います、うん、パッケージも可愛いからプレゼントにも良さそうじゃないですか、ね、箱が可愛いから、ねね、もう箱から保存したい、うん、わかります、ね、めっちゃ可愛い。お次はメイクアップフォーエバーです。メイクアップフォーエバーは11月1日発売、10月18日予約開始のコフレ2セットです。アメージングプレップ&セットホリデー2023、タイムレスツールセットホリデー2023ということで、ベースが整うセットですね。そうですね、メイクアップフォーエバーさんね、すごくない？7,700円で、うん、ツールが4つ、パウダーブラシと、うん、フラットラウンドチークブラシと、うん、ちょっと細めのミディアムなブラシと、うん、ベースメイクが仕上がるスポンジ、もうこれだけでもうツールすべて揃うみたいな感じですね。ね、なんかメイクアップフォーエバーのツールは結構ファンが多いから、うんうん、多い、このクリスマスコフレでツールをまるっとね買い替えて、うん、っていうのもいいですね、うんうんうん、アメージングプレップ&セットホリデー2023はルースパウダーとミスト&フィックスと下地が揃うセットになっているので、メイクアップフォーエバーの完璧な肌になれるセット、ベースメイクセットになってます。しかもすごいなんか持ち運びしやすいセットだからねですね、旅行の時とかちょうどいいんじゃないかなと思います、うん、お次はフローラノーティスジルスチュアートをご紹介していきます。11月2日発売、10月6日予約開始のコフレをご紹介していきます。フローラノーティスジルスチュアートブリスフルピーチブロッサムコフレ、フローラノーティスジルスチュアートブリスフルピーチブロッサムフレグラントチャーム、12月1日発売、11月2日予約開始のコフレをご紹介していきます。フローラノーティスジルスチュアートウィンターセレブレーションリペアヘアオイルセレクション。今年のフローラノーティスはピーチブロッサム推しなんですね、うん、
かわいい、ね、いい香りすごいフルーティーで、うんうんうん、私フレグラントチャーム結構注目だなと思っていて、うんうん、こちらリップスティック型の練り香水になるんですけど、かわいいね、まず見た目がね、かわいいですよ ね、 ね、あとまあなんといっても持ち運びの良さ、ね、すごく便利でいいなと思ってます。これしかもさ練り香水で部屋用にも使えるんだよね、うんうんうん、すごい便利。あとやっぱりね、いろんな匂いが試せるヘアオイルセレクションもいいですよね。いいですね。毎年フローラノーティスジルスチュアートのこの香りセットのコフレが結構ツイッターとかでバズっていて、プレゼントにやっぱりいいっていう風によく言われてるんですけど、こちらもすごく可愛らしいのでプレゼントに良さそう、ね、匂いもね毎日変えて楽しめるからすごいおすすめですね、うんうん、リペアヘアオイルなのでしなやかな濡れツヤ髪になれるっていうことで、あらモテそう、モテそうお次はバレンティノビューティーです。バレンティノビューティーは11月10日全国発売、11月3日阪急梅田本店先行発売です。バレンティノドンナボーンインローマオードパルファンセット、ロストバレンティノマットパーティーエディション、アイツーチークパーティーエディション、今回メゾンバレンティノのアイコニックなホワイトドレスにインスパイアされたウェディングパーティーのように華やかなコレクションでございます。かわいい、かわいい、美しいですね、うん、やっぱりバレンティノビューティーっていう、うん、ブランドの高貴さが伺えるような豪華なパッケージになってますよ ね、 ね、しかも人気なカラーだからすごく使いやすくて、うん、パケがかわいいっていうシンプルに上がるコフレですね、うんうんうん、ですね、うん、リップは人気カラー限定パッケージで登場して、うん、アイツーチークは定番の人気カラーの03と限定カラーの302が登場しているそうなので、この上がるリップちょっとこの冬持っておくと楽しいです ね、 ねすごい顔がパキッと引き締まるじゃないけど、うん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 、いかにもザ・リップっていう感じですごい華やかになるのでぜひゲットしたいところですね。ですね、はい、お次はセルボークです。セルボークは10月20日発売、10月13日予約開始です。セルボークマルチパレット、セルボークエレメンタルフェイスパレット、セルボークスキンユニティプレストパウダー、セルボーククレイブドネイルポリッシュ。マルチパレットがめちゃくちゃ今から気になっていて、わかります、アイシャドウ、アイブロウ、うん、マルチカラーが全部入ってるから、うん、これ1個で顔完成しちゃう、うん、しかもセルボークなんでね、色がおしゃれだから一気にシャレ顔ですよ、うん、なかなかこういう色味のパレットってない気がしますよ ね、 ねこれは気になる。あとセルボークフェイスパレットも私愛用してるんですけど、うん、クリスマス限定の EX01 もうすごく可愛 い、 いですよね。パウダーとクリームが3種類ずつっていうのもすごい贅沢よ ね、 ね、上がパウダーで下の3色がクリームタイプになってるそうです、うん、ピュアなメイクからセンシュアルなメイクまですごく幅広いメイクができそうな、ね、これはすごい絶対使えるフェイスパレットですね、うんうん、お次はアルビオンです。クシアコフレラビソンは11月2日発売です。予約開始日は各店舗へお問い合わせください。クシア大好きなんですよ本当に。わかります、スキンケアもメイクもどっちも好きですよね、うん、このアイパレはめちゃくちゃ使える万能色ね、ね、ブラウンとベージュが入ったもう万人が使いやすそうな、でもしっかり顔を持ってちゃんと持ってくれそうな色味なので、うん、いいですよね。そしてやっぱエクシアの高級感あるパケは上がりますね、うん、うんうん上がります。そしてやっぱエクシアはなんといってもスキンケアがめちゃくちゃ好きだから、うん、このローションとミルクのちょっとミニサイズ上がります ね、うん、ね、こんな贅沢に3つも入っていて6600円、すごい安くない？すごい安いですよ ね、 ねエクシアがこんな価格で試せちゃうなんて、うん、買いですね、買いです ね、 ね。お次はエレガンスです。エレガンスコフレパルボヌールは11月2日発売です。予約開始日はこちらも各店舗へとお問い合わせいただけたらと思います。エレガンスのねクリスマスコフレは毎年大人気ですよね、うん、本当に毎年大人気だから今年も気になるという方は予約開始日確認いただけたらと思います。今回もすごい豪華なコスメが盛りだくさんで ね、うんうん、ね、何より気になるのが昨年、うん、予約完売したマスカラの限定色、うん、PK80 のミニサイズがなんと入ってるんですよ。嬉しい、ね、この色すっごい可愛かったよね。可愛かったです、ね、あとロングセラーのマスカラ下地も入ってるし、うん、しかもこのちょっとピンク味とオレンジ味のあるみんなが好きにて違いないアイシャドウも入ってるから、うんうんうん、これはみんなが好きに違いないアイシャドウだね本当に、
私もこのアイシャドウが欲しいからこのコフレ買おうかなって思ってるぐらい、やっぱすごい可愛い。エレガンスは色がお上手よね、外してこないですよ ね。なんか鉄板に可愛いにちょいシャレみとかちょい遊び心加えてくるから、うん、もうどうしても欲しくなっちゃうっていうね。これもゲットしたい、ゲットしたい。あとリピーターの多いカラー下地とフェイスパウダーも入っているので、うん、ベースメイクまでこれで仕上がっちゃう。しかも値段がまた8800円で、いつもさ、これ本当に嘘かなって思う、うん、嘘かなってすごいよね、こんなに入ってて。すごい、1万円しないけどフルメイクできるね。そりゃ人気だわって思うんですけど、うん、ちょっと皆さんぜひ早めに、これは争奪戦間違いない、間違いないですね。クリスマスコフレ超速報第2弾もたっぷりお届けしてきましたけど、皆さんどのブランドが一番気になったのか、ぜひコメントでお待ちしてますね。お待ちしてます、はい、第2弾もあまりに争奪戦なコフレが多すぎて、ちょっと今からお財布と相談しないとなって感じですね。そうね、もうお財布と相談の時期だからねこれもう今第1弾第2弾まで今公開中ですけど、実はまだ第3弾第4弾もあります。はい、もうこちらも鋭意制作中ですので、はい、ぜひぜひお楽しみに、はい、続報をお待ちください。はい、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録と素敵なコメントもお願いします。